1ストーリーで88万の売り上げを上げたことがあるんですよ。 LINE の配信でもそうだし、インスタのね投稿とかでもちゃんとノウハウは9割ガッツリ出してあげるというのがすごい重要で、皆さんこんにちは。こんにちは。今回は LINE 配信をマスターして入学22日間で374万円合計の売り上げを達成できたまどかさんと一緒にね動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。ではお名前は佐藤まどかさんですね。はい。現在の業種を教えていただいてもよろしいでしょうか。インスタグラムのコンサルと、はい、あとはワーストのスクールをやっております。まどかさん実は前回ね動画も事前に撮らせていただいていまして、そちらも一応概要欄とコメント欄貼っとくんですけど、前回でもう143万円のね売り上げっていうのをすでに入学されてから上げられていたということで、今回はねそこからさらにね売り上げを上げていて、しかもまだ入学が22日しか経っていないというところで、入学されてから今に至るまでの合計の売り上げってところもねちょっと聞いていきたいと思うんですけど、トータルで言うと今どれぐらいの売り上げでしょうか。374万円です。こちらはインスタグラムのコンサルとバストサロン両方合わせて。はい、合わせてです、はい、ちなみになんですけども、2月に入ってからの売り上げで言うとどれぐらいでしょうか。297万です。いや素晴らしいですよね。実際ね弊社学科入学された時っていうのはまだここまでのね売り上げっていうのは多分達成されていなかったと思うんですけども、そこは売上をね2倍3倍とアップできた、しかもこれだけ短期間で成果上げられた秘訣ってところで、まあ最初に販売の動線のところも聞いていきたいんですけども、バストサロンとインスタ講座それぞれのちょっと販売の動線を簡単に教えていただいてもよろしいでしょうか。インスタからの LINE 公式に集めています。インスタから LINE 公式で、そこからどういった販売の流れになりますでしょうか。無料ワンデーセミナーをやったりですとか、うんうん、無料相談会に来ていただいて、そこからセールスという形をとってます。そこから個別のズームでの商談とかで販売していくと。インスタ講座はねこういう形で動線作られていることで、次にバストサロンなんですけど、まどかさん、はい、バストサロンといってもスクール形式に今されていらっしゃるという感じですかね。そうですね、メインはスクールになります、うんうん、そのスクールに入るとどういうことが学べるんでしょうか。技術と知識が学べて、手に職をつけて、うん、オールハンドでお仕事をしていけるということになります、うん、施術者としての技術を学べる、そういったスクールを今提供されていらっしゃっていて、そちらのねスクールの販売の動線としてはどんな感じになりますでしょうか。はじめインスタから興味を持っていただいて、そこから LINE 公式に来ていただいて、無料の説明会と相談会というところにつなげています、うんうん、基本的には講座の方と販売の動線はほぼ同じというような。そうですね。まどかさんが今回これだけ大きく売上アップ飛躍できた秘訣ってところも聞いていきたいと思うんですけども、ぶっちゃけ事前にまどかさんもおっしゃってたんですけども、事前に教育の部分っていうところっていうとどういうふうに改善された感じでしょうか、はい、結構強めなメッセージをストーリーで投げたりとかしてますね。思いだったりとか自分の信念だったりとか本音をストーリーでガンガン投げたりします、うんうん、もし可能であれば具体例で言うと、例えばどういう風なワードを発信されたりしますか。私のフォロワーさんですとか生徒さんで、私の名言っていうのがあるんですけれども、はい、自己投資なしで変わりたいだなんて寝言ですかっていうのがあるんですけれども、うんはい、これは本当にバズってですね、1ストーリーで88万の売り上げを上げたことがあるんですよ、うん、すごいですね。そのストーリーをアップしてそれを見られてっていうことですよね。契約が2つ決まりました。素晴らしいですね。以前そういうこともあったということですけども、やっぱストーリーってね、はい、すごいやっぱインスタで一番見られるし、ものすごいやっぱり教育力がやっぱ強いので、いわゆる教育っていうと自分自身のね商品の価値だったりとか自分の価値っていうところを事前にお客さんに伝えていく、判断基準を与えていくってとか教育だと思うんですけど、 LINE アイトの配信だけじゃなくてインスタのストーリーでもしっかりとこういった発信をされていらっしゃると。前回まどかさんとの対談動画ではですね、営業とかセールスについてお話があったと思うんですけど、 LINE の配信とかでもなんかこういう風に変えたことですごい今回売り上げ大きくなったっていうポイントとか、配信で意識していることとか教えていただけたらと思うんですが、まずは配信頻度ですね、うん、頻度を週に3から4はするようにはしてたと思います、うん、いいですね。配信する時間はだいたい夜とか。夜ですね、うん、夜なんですけど、だいたい皆さんが配信する8時とか9時とかちょっとずらすみたいなこともやってます。21時ぴったりだと同業者がみんな送るから21時3分とかに送るって感じですね。確かにこれ大事ですよね。実際にその配信の内容とかですと、どういう風な内容発信されてますか。インスタの方は私がやって効果が出たこととかをシェアしたりしてますね。インスタコンサル用の LINE の配信とかであれば、インスタでこういう風にしたらフォロワーが爆伸びしたよとか増加したよとか、うん、そういった秘訣ノウハウですよね。そうですね。ノウハウって結構 LINE の配信でどれぐらい出せばいいのっていう質問結構来るんですけど、まどかさんはどれぐらい出してますか。まどかさんからも9割出して OK という風に聞いたのであそうかと思って、素直にそのままやってます。ノウハウはね9割出して OK ですということで、これぐらいノウハウ出さないと、今いい情報って無料で取れるからお客様はあまり満足してくれなくて、ここでね中途半端な情報しか出さないと、この人出し惜しみしてるなっていうので見切りをつけられてしまったりとかね、うん、するから、今の時代ってもう無料でノウハウ出して、それで価値感じていただけて、やっぱ有料講座も申し込みたいっていう流れ
彼がね売れてるとか大体そうなんで、うん、今気づきました、そこをしたから売り上げ上がったんですね。そうですね、ノウハウって以前よりも今の方が多分出されてますよね。めっちゃ出してますし、うんうんうん、もう自分で書いててもなんかいまいちだなっていうのがすごくあったんですけど、うんうん、今は自信を持って細かく具体的に書けてるので、うん、自分でも納得できる投稿なんですよ。そうすると保存数もガーッと伸びますし、派遣に乗ってフォロワー増えて、うんうん、上がるみたいな、うん、そう感じます。そうですよね、 LINE の配信でもそうだし、インスタの、ね、投稿とかでもちゃんとノウハウは9割がっつり出してあげるというのがすごい重要で、10割出してもいいぐらいなんですけども、でも逆にあの LINE の配信とかだとノウハウだけ配信していればじゃあ商品売れるかっていうとそういうわけではないじゃないですか。どうしても無料でノウハウ教えてくれるんだって終わっちゃってそこ止まりになっちゃうから、そっからちゃんと販売とかセミナーに誘導していくためにまどかさんが意識されている配信のポイントとかってありますか？ワンデー講座のご案内だったりとか、うん、ファストの方だとこの間のフェミニン講座を外部のコーチに依頼してイベントとしてこう企画したりですとか、うん、で以外でも集客できるような仕組みを作ってまず私を知ってもらう、興味を持ってもらうっていうところから入ったりもしてます。まどかさんの場合であれば LINE でノウハウをめっちゃ出すんだけども、それだけじゃなくて続きはワンデーセミナーに来てくださいとか、ワンデーズームセミナーに来てもらうっていう動線作るための配信をしているから、結局1回セミナーに来ていただけたらそこから商品をご購入何名かの方にはいただけると。そうです ね、 ですね。次にちょっと聞いていきたいのが制約率ってとこなんですけども、まどかさんの場合は大体何人無料セミナーとかお客さん来てくださったら何件売れるっていうその制約率ってどんな感じですかね？大体今10名来てくださって3名くらい出せる。いいですね。ちなみに商品単価でいうとどれぐらいですか？5、60万くらいです。ファストサロンの方もインスタ講座の方も両方とも大体5、60万前後の単価で、これぐらいの制約税いくまって比較的安定してるなというふうにね思うんですけども、実際にですね、まどかさんの場合もセミナー終わってから個別相談で販売という形だと思うんですけども、制約率ってこれぐらい昔から安定してたんですか？波がめっちゃありましたね。いい時はいいんですけど全然ダメだっていう時もありました。やばい今月1人とか全然ありました。実際に売れるようになる前と後って何が一番大きかったですかね？やはり商品設計、クロージングのやり方、商品設計とクロージングのやり方を結構改善されたよというところですね。ちなみになんか商品パッケージとかもね、インスタ集客とか LINE の配信さえできれば売れるんだと思ってる人いるんですけど、実は違ってそれも大事なんだけど、最終的な商品パッケージが魅力的じゃなかったら売れませんよっていう最後の難関があると思うんですけども、はい、商品パッケージでまどかさんがこれをつけたことですごい反応上がったっていうのって何かありますか？成果保証っていうのをつけたんですね、うんうん、成果安心サポートみたいな。これ具体的に言うと例えばどういったものになりますでしょうか？目標売上に達しなかった場合は、うん、延長してセッションを受けられますっていうものにしてます。例えば金額、ビジネス系であれば目標達成できなかった場合はこういったような、ね、サポートがありますとか、この成果を埋めるまでの間こういうふうな、ね、サポートさせていただきますって、いわゆるお客様が購入に至る時のその不安というところを事前に安心に変えちゃうっていうね、成果サポートっていうの、これ非常に結構一個おすすめでですね、こういったですね特典の保証サポートもつけていらっしゃるというところですね。他にもなんかそのクロージングのやり方っていうところで言うと、こういうとこ改善してうまくいったみたいなのがあれば教えていただけたらと思うんですが、売ろうとしないことですね。一応提案はする、提案はしますが、でも本音を言うので、私じゃなくてもいいけど絶対に教わった方がいいと思うよとか、おせっかい的なことは言います、うん、丸々さんは一人じゃできないタイプなので、誰かに導いてもらった方がいいと思いますとか、うんうん、自分じゃなくてその人のことを思って本音を言うってことを心がけてます、うん、一人一人に合わせたいわゆるキャッチボールというかコミュニケーションがガチッとやっぱハマっているからこそ、検討される方からもすぐ即決でご購入をね。そうですね、マニュアルはあるんですけど、うん、マニュアル通りには喋らないですね。最後にですね、今日動画見てくださってる方でもお客さんと話してる時にどのタイミングで商品説明入っていいのかわからないっていう方結構多いと思うんですけど、これってまどかさんどうされてますか？まず説明会に来ていただいて、そこから個別相談になるんですけれども、相談してる間だいたい1時間ぐらい取っているんですが、お客様のお悩みとかを聞いていって、そこから必要そうであれば意思確認というのをしていって、うんうん、自分のサービスの案内というのをしていってます。悩みのヒアリングをしていった過程で、あ、こういう状況なんですね、ここから先は実は商品私もやってるんですけども、もしご興味あればお話しさせていただきますか、興味ありますか、はい、いいえみたいな、イエスオアノーみたいなのが軽く取られていると。
はい、確認当たってます。ここでイエスだったら商品説明に入って OK ですと。入るんですけれども、でも割と多い確率でお客様の方から、まどかさんはどんなサービスあるんですか、内容知りたいですっていう風に言っていただけます。商品説明の確認入る前からお客様からも知りたいですみたいな、これすごいですよね。お客さんの方からまどかさんの商品の説明を聞きに来るっていう時点ですごい興味がね終わりっていうことになるので、事前のね信頼構築っていうのが日々の LINE の配信だったりとかインスタグラムでもね構築されてるかなと思うんですけども、今日のポイントね結論まとめるとですね、まず LINE の配信ではしっかりとノウハウはね10割以上出して OK ですよっていうところと、そこから実際にはワンデーセミナー、皆さんの場合だったら個別相談とかね、そういうところに誘導していくための施策っていうのを行っていき、個別相談に来た人に対してのそのセールスとしてはちゃんと意思確認を取って興味がある人にだけ商品説明をする、最後はやっぱ商品パッケージですよね。ここの部分をしっかりとブラッシュアップして魅力的な商品にして、できるだけやっぱ即決していただけるようなパッケージを作っていくっていうところがまあポイントかなというところですね。ということでですね、今回ね概要欄の方にもまどかさんのね公式 LINE のリンク貼っておきますので、どういう風に動線を組まれているのかっていうのをね確認することができますので、ぜひね LINE 登録していただいてねチェックしていただくと非常に勉強になるんじゃないかなという風に思います。はい、ということでね、まどかさん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。はいはい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして私の YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。